はい、バレンタインよ。じゃ、そういうことで用は済んだから帰るわ、私。何よ、これで十分でしょ。これ以上何をさせるつもり。本当は無視したかったけど、曲がりなりにもあなたのサーヴァントだから。私なりにくだらないイベントに付き合ってあげたんですけど。ふん、そうなの。しょんぼりと肩をすくめて情けない。私ともあろうもの、自分から出向く必要はなかったというわけ。いいわ、その顔に免じてもう少しだけいてあげる。だってバレンタインですものね。何を夢見ていたのかしら。甘い言葉、それとも抱擁。いいわよ、あなたの好きなことを口にして。ご期待通り、その真逆のことをしてあげる。私は快楽のアルターエゴ、メルトリリス。恋人をとろかすテレンテクダは宇宙一だもの。どっちにしろ行き着く先は私の虜。溺れることに変わりはないわ。溶かされてゼリーになりたいのよね、マスター。チョコレートの説明がいいの？まあいいけど。そもそもバレンタインのイメージが嫌いなの、私。だってチョコって美しくないじゃない。ブラックもホワイトも固形物で味も単調、粘土細工と変わらないわ。そう、粘土細工と変わらないのよ。同じ粘土でもフィギュアの粘土作りとは大違いだわ。チョコレートといえばハート型、プレート状、豪勢にケーキにする、木をてらってキューブアイス。抱きすべきスイーツのね、どいつもこいつも頭が砂糖漬けなのかしら。工夫がないにも程がある。恋人に贈るものなのよ。誰にも真似のできない極限まで凝縮した自分を表現するべきじゃなくて。いいから落ち着け、なんて顔をしているわね。落ち着いているわ。私は冷静よ。その証拠が私のチョコレート。水晶の透明感と輝き、そして手触りを再現したそれ。外装は100年天然水を凍らせたアイスウェハース。カルデアが山奥にあって助かったわ。そして中身は標高2000メートルの渓谷に咲く秘境の花からのみ取れるマヌカハニー。どう？人間たちの中でも選ばれたものしか口にできない蜂蜜に私なりのアレンジを加えた一品よ。ま、私のウイルスも混ぜたけど、天然の蜂蜜3割、ウイルス7割といったところね。そうね、
あなたの魔力抵抗は三流魔術師以下だから、そのまま食べればイチコロね。でも恋の毒とはそういうものでしょ。死ぬ覚悟がないくせに私と契約する方が悪いのよ。あら、言うじゃないマスター。私の教育が行き届いてきたのかしら。でも本当に耐えられるのかしらね。私の毒はただ痛くて気持ちいいだけじゃないのよ。自分が違うものになっていく感覚は恐怖以外の何物でもない。泣いて助けを請う醜態を晒さなければいいけど、それとも、もっとひどい目に遭いたいとか。オールドレイン、身も心も私のものになって、消し粒のように縮められて、経験値のように私に飲まれる覚悟はある。最上級の蜂蜜より最上級のメルトの毒がお望みなのかしら。なんて冗談よ。ここであなたを殺してしまったら、後でリップに恨まれるもの。でも高ぶってしまったのは本当。ちょっと頭を冷やしてくるわ。あ、それとそのチョコ、食べても死なないから。ちょっと美味しすぎて意識が飛ぶ程度。殺すぐらいの気持ちで送るチョコと、死ぬ覚悟で口にする誰かというのがしたかっただけ。それも叶ったから、あとは好きに処理して。それじゃあね、私のマスター。軽口も結構だけど、これからは冗談じゃ済まないわよ。